パミです。キャリーパミパミのウェイウェイレディオ、今夜も始まりました。コマさん、今日もよろしくお願いします。はい、今夜は先週に続いてまたスペシャルですよね。はい、ではキャリーさん、早速得意のタイトルコールよろしくお願いいたします。先週に引き続きセカンドアルバムちょい出しスペシャル。はい、もうリリースされました。はい、そうです。先週の6月26日にセカンドアルバムなんだコレクションが発売になりました。うん、わーい。コマさんも買って聞いてくれてますか？ Not yet 一番好きな曲も私はもう決まってます。本当ですか？うん、じゃあその曲出てきたらぜひ教えてください。今日はですね、先週紹介できなかった曲をちょい出ししていきたいなと思います。はいはい、それではまずはあの CM ソングからお聴きください。こちらです。のりことのりおという曲でございます。これが一番好きです、私。そうなんですか？このアルバムの中で。え、どこが好きなんですか？あのね、歌詞とこの沖縄民謡風のところで、はい、あのね、なんて言うんだろう、この脱力感というか緩い感じあります。うん、僕ね、すごく気になるんですよ、この曲。この曲は au のテレビ CM ソングで、うん、皆さん聞いたことある曲だと思うんですけど、それでここのりおここね、そう、このやる気がないのりこのりおってすごい暗い声が入ってるんであんた方天才だよね本当に。はい、でコマさんも言っていただいた通り、うん、本当にその琉球っぽい音楽、うん、沖縄音楽っぽい感じなんですよね。うん、なので 歌い方も若干ちょっと民謡をイメージして、君の場所はみたいな感じで歌っています。これライブだと、これダンスは振り付けはもう決まってるんですか？これ決まってます。一応のりこで女の子手挙げてもらって、のりおで男の子で何かやりたいなとか思ってます。なるほど。はい、さて続いてはですね、ちょっとこのアルバムの中でも可愛らしい曲聴いてください。聴いていただいたのはクラクラという曲です。あのケンタッキーフライドチキンのクラッシャーズという飲み物がありまして、うんうんうん、それの CM ソングなんですけど、うん、この曲はですね、チューチュークラクラ、チューチュークラ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 ってとこがもう息継ぎができない曲になってます。そうか、本当にクラクラするんだ。レコーディングの時もすっごい息をって吸ってから歌って一発で撮ったんで、それを続けてなんてもう絶対的に無理なので、ライブではここは歌わずに、あのダンスをしようかなと思ってます。はい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 、なのでちょっとダンスメインの曲になるかなと思いますね、ライブで。うん、そして最後の曲はこちらです。この曲は大人な子供という曲です。うん、アルバム最後の曲ですよね。そうです。でやっぱり一番ちょっと大人っぽい曲になっていまして、うん、鈴木の MR ワゴンの新 CM ソングになっています。うん、イメージとしてはこう子供が背伸びして大人ぶっているような混ぜた女の子の歌です。うん、はい、でこれ初コーラスですよね。そうですよ。はーって私が言ってますよ俺キャリーさんだったんですね。うん、たくさんの私です。20回ぐらい多分撮りましたね、コーラス。あ、そう。それを重ねて出してるんですけど、ね、うん、そしてですね、はい、今回も初回版は超豪華フォトブック仕様になっています。今回本当豪華。はい、今写真があるんですけれどね、これはね、ちょっといろんなまあ衣装はありますが、まずこの舞台ですね。はい、シャボテン公園という伊豆の公園で撮影したんです。行ったことあります？私ね、ないんですよ。まだカピバラさんが有名みたいですよ。そうですね、うん、シャボテン公園ちょっとかなりあれでしたよ、パンチ効いてましたよ。パンチ効いてた。言葉選びましたけど、かなりぶっ飛んでたというか、本当になんだここっていうような、なんだコレクションのロケ地にふさわしいぐらいのぶっ飛び具合でした。これなんでいじけてるんですか、これ。いじけてないよ。これ何やってるんですか。サボテンを触ろうとしてるの、これ。そうそうそう、これ毒のサボテンなんですって。あ、そうなんだ。はい、あ、それを触ってこうちょっと死のうかななんて思ってる時なんです。まあまあまあ、あともうもはやシャボテン公園で撮りすぎて、シャボテン公園のパンフレットみたいになっています。もうこう衣装ももちろんこうヘアも、はい、まあぶっ飛んでますよ。はい、ぜひ皆さん初回版を買っていただけたらいいなと思います。ね、あとシールが、そう、これもういい加減言わないと、これ言わないと、言えって言われたんだった。あのね、買っていただいた人にシールが漏れなくついてくるんですよ、私の、しかもランダムだから1個買ってそれで満足してるんじゃなく、いろんなシールがあるから全種類揃えるのもあり。これじゃあ複数買わないとね。はい、そうですよ。ちょっとどんな種類入ってるか分かんないですね。そうそうそう、分かんないから、そういうのもあり
ということで、先週今週と、セカンドアルバムなんだコレクションのちょい出しスペシャルをお送りいたしました。キャリーバミバミのウェイウェイレディオ。この番組ではリスナーからのメールもお待ちしております。メールアドレスはパミューアットマーク tbs.co.jp です。ぜひ送ってください。お待ちしています。そして番組の公式ホームページもご覧ください。コマさんと私の何かしらの写真をアップしています。はい、番組のホームページは課金のホームページからもバナーが貼ってあります。またキャリーパミパミさんのウェイウェイブログからもリンクが貼ってありますので、ぜひアクセスしてください。ということでキャリーさん、また次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 See you next week. Bye. Nara.